花焼小菊、1921年2月26日から2011年1月26日は、日本の女優。夫は、俳優の中村武也。東京市京橋区生まれ、牛米区の築土人城小学校を卒業後、神楽坂の芸者となるべく、小菊の名で反玉となる。牧野正弘にスカウトされ、弟の牧野光男のいる、日活映画、 恋愛人名簿に1935年1月に主演。1935年6月、日活玉川に正式入社。芸名は、議席のままとする。二枚目俳優の竹口慎太郎と憧れ、コンビとして売り出され、スターとなる。1937年により、時代劇出演も増え、バンドをつまさや片岡千恵像の相手役となる。 現代劇のメロドラマでもヒロインを続けたが1940年に退社。その後は、新派の舞台出演が増える。戦後も、松竹、東方、大英、東英で主演作を持つ活躍を見せた。1956年9月より、東英専属となった後は脇に回り、時代劇で活躍するが、時代劇ブームが終わり1963年に退社。 その後の映画出演は1968年の東映、忍びの漫字のみで映画界を引退。その後はテレビドラマ、舞台で活躍した。2011年1月26日、心不全のため東京都内の病院で死去。89歳坊津。太字の題名はキネマジュンポベスト10にランクインした作品。A.B. 花屋小菊さん死去女優47ニュース。 ありがとうございます。